こんにちは、ゆきです。今日は中国語文法レッスン第12課です。今日のテーマはこちらです。承諾や許可を示す、可以。動作の発生や完了を表す、了。いい名詞と不少、名詞。何々時間、何々分間の表し方。後で、 名詞プラス、ほう。さあ、まず最初はですね、くいこれですね。何々してもいいとか、許可を表すときですね。疑問文であれば、何々してもいいですかみたいな感じですで。まず発音を言うとですね、第三世、第三世ですから、一個前の第三世をですね、第二世として読む。というのは、このルールでありましたねで。これもですね、よく日常生活とか、 中国語の会話でもかなりたくさん出てきます。品質ですので、今日ですね、ぜひ覚えてください。返事とか合図でも使われますね。例えば、OK とかいうときに、ははでもいいですし、くい、くいやとか言うことも多いですね。田舎の方とかはですね、このくいの発音がですね、こおいとか言うので、そのわざとですね、そのかわいい、 かわいいというのか、ぶりっ子というのかわかんないんですけど、その、女の子とかはよく、こいという人もいたりします。で、使い方もですね、今までのほえとかシュドがと同じですね。これに、シュドが来て、こいで、後ろに動詞が来るという形です。例えば、学校とかでですね、まあ、職員室に学生が呼ばれてね、なんか話して、もう帰っていいよ。という時に、あ、行くぞ。 先生がですねにくイズは、く、うん、イっていうのは OK ということですねぞうっていうのは出るとか出ていく帰るその場から離れるとかいろんな意味があるんですね、えーまあ、とにかくそこから出るということですね、うん、ああっていうのは語きですねくイぞは。でんいうんで、まあでその許可とか承諾を与える時にくいを使いますでは他の例文も見てみましょうにめんくい去 你们可以进去，你可以回家，你可以回家，你朋友也可以参加哦，你朋友也可以参加哦。さあ、否定文ですね。否定文はもちろん、そうです。ここにですね、ぶですね。ここにぶをつけます。ぶくいですね。 う可以。これはめいでは否定はできませんので注意です。めいくいという言い方はありません。すべてうで否定します。う可くい。例えばだめというときにう可くい。えっと言ったりしますね。では先ほどの先ほどの例文をですね、否定にしてみましょうか。にまんぷくいじん 你不可以回家。你不可以回家。你朋友不可以参加。你朋友不可以参加。疑問文はですね、まあ、もちろん、yes かのなら、まあですよね。具体的に知りたければ、まあ、疑問書をそこに入れるだけと。同じですね。あとは、まあ、えー、可以、何々、まあと、 まあ、ほとんど同じものとしてですね。まあ、くぶくいっていうのがあります。はい。肯、ま、定、あ、とですね、否定を一緒にくっつける。というのは何でもそうですね。しゅうもそうですね。し衆、ぶしゅう。ほえもほえぶほ,ほえ。ぬん、ぬんぶぬん。まあ、この形でいいんですけど、まあ、ほとんどですね、そのニュアンス的には同じらしいですね。ネイティブに聞いたところ。疑問語を使うえ作るときに、例えば、関東語ではすべてこの形なんですね。口語はですね。口が この形ですね。例えば、かぶくい、ほほいってんですけど、この形で作るので、まあ、南の方とか、その、関東語、自分の方言がですね、こういう形の疑問文を作るルールであれば、その、ぷどんは、標準語でも、これを使う傾向が強いようですね。ま、肯定と否定ですね。これ、くっつけたこの形では、後ろに間はつきません。意味はこの間がついたのと同じですね。イエスかノーを聞くときです。はい。いこれも2つのパターンですね。

例えば、まあ、いいよ、OK の時はですね、あもちろん一つは、くい。それから、are でもいいですよ。How とか are. 他には、しんという言い方もあります。しん、OK。これは、e いべんティ。めいべんティですね。ですか ね、イベンティアーっていう意味ですね。よく、まあ、関東語とかですね。香港映画で、モマンタイって言いますよね。モマンタイ。あれは、関東語ですからね。あれは、あの、不等派ではありませんよ。モマンタイって、こうですよね。映画でもありましたね。ね。で例えばこの、ない。これの、関体像はこうですからね。 ウですね。ウーヴェンティですね。メイウェンティではないですよ。意味は同じですね。意味は同じですけど、ちょっと違いますよ。で、えダメなとき、ノーというときは、えー、クエイの否定で、ブークエイ。いいですし、あとは、シンを消して、ブーシンとすることが多いですね。他にですね、レッスン8で、ナウをやりましたね。 これも承諾を表すということでした。では、ぬん、くい、何が違うんでしょうか文法的な違いとして、ぬん、これはですね、疑問文,文と否定文で使うんですね。肯定文では使いません。肯定文でその、許可とか承諾を得る文では、ぬんは使えません。もう、ぬんぶぬんの形ですね。とか、にぶぬん、あなたは言っちゃダメよ。にぶぬん、ちゅとか、そんな感じです。 でも、クイの時は、これは肯定文、否定文、疑問文すべて OK です。すべてで使えます。で、他に答える時ですね。答える時で、例えばダメという時にね、不ーのチ行くにしましょうか。にブーのチ後ろに動詞がありますね。で、クイだと、後ろに動詞がつかなくてもいいんですね。不ークイでもいいんです。単独で使うことができます。でも、 えー、ぶうというのはあまり単独で使いません。普通はですね、動詞しつきますと。はい。まあ、ほとんど意味としてはですね、ほとんどニュアンス的には同じなんですね。その許可とか承諾を求めるとき。使い方がちょっと違うだけで。では、その使い方の違いも例文で見てみましょう。こんな感じです。我能不能进去。我可不可以进去。不能进去。不可以。不可以进去。 でもっと詳しい違いはですね今後別途記事と動画にして皆さんにご紹介します、まあ、今日のですねレッスン12のブログの方ですねこの違いの記事ができましたらリンクを貼っておきますので気になる方は是非、ね、ブックマークをしてチェックしていただけると嬉しいですさあ続いてですね「る」動作の発生や変化を表す「る」 ご紹介したいと思います。ラは以前レッスン3でも出てきましたね。例えば、他じ、年す、すえ、ら。すえ、ら。彼は今年4歳になったよっていうんで、らをつける変化を表すんですね。この時は、す、すえ、名詞でしたね。今日はですね、動詞につけるという話です。まあ、使い方は同じですけどね。中国の場合は、 その品種の変化はしませんから、ただ後ろにつけるだけだと。で、このまあ変化を表すんですね。使い方はですね、S、主語ですね。主語と動詞があります。そして目的語。え、まあ、も名詞ですね。名詞があって、で、そ、え、その後ろにラと。これでもいいですし、例えば、主語、動詞、動詞にラをつけて、その後に目的をつけると。どっちでもいいんですね。これが、こっちについても、 こっちについても、どっちでもいいんですね。人によってつける場所が違うだ、えー、違うということですね。ニュアンス的にはほぼ同じだそうです。まあこれもですね、すべての文においてこのように入れ替えることができるというわけではないそうですね。場合によっては不自然に感じるというのもあるそうです。で、この、ローはですね、例えば変化ですね。以前はなかったけど、今はあるということですね。例えばこれでも、タチーニアスそうやラ、4歳になったってことですよね。 日本語で表すと過去になりますよね。過去形ということになりますよね。もう変化してますから。僕が参考にしているのはその中国の HSK という試験があるんですけど、それに沿ったその参考書なんですね。教科書なんですよ。外国人が勉強する用ので。その教師用のがあるので、僕それを読んでるんですけど、そこではですね、まあ、動作の発生とかですね、動作が起きた時、あとは変化した時にラを使う、あるんですね。 日本語で書かれた参考書とか、英語で書かれた参考書では、これを、ラは過去を表す、なんて言われ方をしてますね。はい。まあ、以前もご紹介しましたけど、そのまあ過去の概念というか、違うんですね。中国語の場合は、ただその動作が変わったとか、ある、ないとかで見ますから、そのまあ過去っていう概念も多分違うんでしょうね。まあでもこれはまあ、一応、れをつければ、日本語に訳すときはですね、過去になると。 中国語の中の考えでは、これはまあ変化が起きたということですね。これに変わったと、はいでえー。例文でちょっとニュアンスをつかみましょうか。こんな感じです。にまいしまら。おまいカフェら。にまいしまら。おまいカフェら。にまいら几个ピンゴ。おまいら三个ピンゴ。にまいら几个ピンゴ。 我买了三个苹果。他在哪儿呢他已经回家了。他在哪儿呢他已经回家了。例えばですね。我买了衣服という時に、普通はですね、ここにですね、数字を入れたりするんですね。例えば、一着の服という時ですね。中古だと一円と言います。一円衣服。で、これを一で、 一の場合、後ろが第四世だと第二世になったりしますね。まあ、つけなくてもいいので、まあ、ちょっと簡単にするため、今回つけませんね。お前ら、イフと。不幸買ったと。うん。ローは変化ですよね。まあ、変化ってことは、ま、過去形と同じということですと、もうすでに、その動作があるということですよね。で、動作が存在しないというときは、メイでしたね。メイマイ、イフになります。で、例えば、 その場合は、love は取りますね。存在しませんから別に変化はしません。なので、おめいまい、いふ。ということになります。で、何も買っていないときですね。何も買っていないときは、何も、これ、しんまなんですね。めいまいしま。ということは、何も買ってない。ということです。他にはですね、何も、物を買ってないですよね。物を入れてもいいんですね。物は、ドンシって言います。ドンシってのはね、東西のことですね。 東西って面白いですね。東西で、ドン、えし、ー、は本当は第一声、しなんですけど、どんしという時、物というときには形勢で読みます。音がないですね。ドン、めまいドン、シ。ということですね。何も買ってないと。でこれをブーにしますと、まあ、これ先のことですね。まだ派生しないと。何も買わないということになりますね。日本語で訳す場合には、まあ、何も買わない。ですね。めいだと ま、過去形で訳すわけですね。で必ずしも、名誉の後ろは、らがつかない。というわけではなく、例えば、名誉ですね、何もない。これは何もないということですね。で、これが変化。以前はあったけど、今はない。なくなっちゃったってことですね。その時には、らをつけますね。なくなっちゃったというこれ変化があるわけですね。うん。まあ、変化ですから、以前は用だったけど、今は名誉用になっちゃったよってことですね。ええー。まあ、これ変化しちゃった。これで、らが、

我没买苹果。他回家了吗他还没回家。他回家了吗他还没回家。はい、というのは、まだということです。で、お、めいまい、どんし。何も買っていないということですね。これ、今の状態ですね。これから買うという予定がある場合は、日本語だと、まだ買っていないなんて言いますよね。まだ買ってない。 でも、買う予定はあるわけですね。中国では、そこに、はいっていうのをつけます。はい、めいまい、とんし。はい、めいまい。なんていうんですね。まだ買ってないと。その時に、ね、は、この、はいっていうのを使いますね。後ろに、えー、これから、まあ、その動作が派生する予定があるっていうことですね。とんし。これは、先ほどですね、死は、あの、形成で思っていましたが、例によってですね、台湾の方とか、 あと南の方ではですね、ドン,ドンシオドーという人も見ますよねあの。ピンに忠実に読みますからね。台湾だと、おはハイメイマイドという感じでしょうか。えーまあ、僕は台湾が好きでですね、よく何度も言って5回くらい言ってますけどね。そんな感じですね。よく言われてますね、中国では。女性が話す台湾の,その中国ですね。まあ、可愛らしい。男性が話す台湾アクセントっていうのは女っぽいなんて。 言い方がありますけどね、まあ、結構いいですよね台湾のドラマとか見ると違いが分かると思いますよちなみにですね僕はその海外に行くきっかけとなったのはですね台湾人のおかげなんですねうん <laughs> その時僕は英語を勉強したけど全然話せなくてですねそれがきっかけで海外行こうなんて思ったんですねで塾講師としてアルバイトしてですねでその貯めたお金でバックパック旅行をしようと思ったんですねフィリピンとかに行こうと思ったんですけど飛行機代が高くて 僕が行ったのは台湾だったんですよ。バックパック背負って。中国語できません、その時は。えー、それで、まあ、すごく優しくしてもらいましたね。なんていうんですかね。指差し中国語みたいなの買ってですね。まあ、あんまり役に立たなかったんですけど。あれで、カタカナが書いてありましたからね。おーしーりべんれん。それを読んでですね。まあ、話しましたけどね。まあ、通じませんでしたが。面白いことにですね、その時に僕は、あの、中国語一切できないという体で行きましたから、 皆、みんな僕は日本人だと分かってですね、いろいろ優しくしてくれて、その後、中国語ができるようになって、その時、北京にいたんですけどね、そこから台湾に行ったんですけどね、その時、中国語を話せるから話すと、僕は大陸から来た人間だと思う人もいましてね、そうすると、人によってはあまりいい反応しなかったりっていうのはありましたね。面白いこと、僕は今でも台湾とか香港とか行くとですね、 あの中国語できないふりをしたりしますからね。はは。だからまあ、面白いですね。まあ、人よっていろんなね、問題ありますからね。ええー。複雑ですね。で、先ほどのですね、例えば、るをつければ過去形になるという話をしましたが、そうするとですね、じゃあ、るがないと過去形じゃないのかという話になってきますよね。中国語の場合はですね、ぞうとかきのですね。とか、えー その単語を入れればもう過去の表現になっているので例えば、らがないからこれは過去じゃないと判断するのは間違っています。例えばこの3つです。この三つの文はすべて同じ意味ですけどすべて過去形ですよ。らがあの一番最初の文はありませんよね。 で、下の部分も、らの場所が違いますが、意味は同じってわけです。昨日もラーメンを食べた。そして今日もラーメンを食べる。ということですが、全く意味は同じですよ。だから、なので、らがないから、過去じゃないと判断してはいけません。さあ、次は、いいであって言うですね。少しっていう意味です。一応、あの、教科書にですね、HSK の、その、準教の教科書にはこうやって書いたんですけど、いいであって言うのは、北京アクセントなって言うんですね。あっていうのはですね、はい。一般的にはですね、いいでんてん。 って言います。い点、ねまあもしくはいい点でもいいんですけどね。いい点。もしかいいがなくてもいい点でもいいんですけどね。後ろの動詞の後に点をつけて。名詞の後に点をつけてもいいんですね。これから例文で紹介しますが、少しという意味です。なので、いいであよりも、このいい点点で発音する人の,その人口の方が多いですからね。はい。でこれもすごく便利ですね。 少しというときにはすべてこれで使います例えば中国語わかるの日本えじょうむンが少しいい点々い点,点というときに使いますね少しだけとでこれもですね名詞とか動詞につけることができます例えばほえもやりましたね以前何ができるということですね、まあ、ちょっとだけ中国語がわかるということですねお声一点点中文 とか、ば、てもい点,点,点ー,ーですね。例えば、クローですね。例えば、クローですね。例えば、クローですね。例えば、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 いいいいいば、例えば、例えば、例いい例いいいえば、例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 え茶。例えば、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 例いば、例えい例えば、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  よく使うのは、我喝了一点点茶ですね。他吃了一点点苹果。他買了一点点东西。さあ、続いて、不少。これは、まあ、少なくないということですね。たくさんと同じですね。我買了不少书、本ですね。ねまあ、たくさん本を買った。日本語で訳すとしたら、たくさん本を買ったということになります。ニュアンスとしては、その、まあ、少なくないということですね。 少なくない量の本を買ったということです、まあ。たくさんというには、はんとかですね。まあ、他の表現があるわけですよね。はんどとかでもいいんですね。なので、うしを日本語に訳しちゃうとですね、同じような方向言っちゃいますが、ニュアンスとしては少なくないということですね、えー。ちょっと違いますよね。で、えー、ここにも、どうがあってもいいですよ。うしゃをどでもいいです。どうはなくてもいいですね。はい。 那么，例句，でみましょう。他买了不少衣服。他买了不少的衣服。不少学生来参加考试了。不少的学生来参加考试了。不少学生来参加了考试。我写了不少字。 我写了不少的字。我写不少字了。そうですね。まあ、本当たくさんですね。很少でもいいですよ。これはまあ、すごく少ないということです。はい。さあ、以前、レッスン9でやりましたね。時間の言い方。例えば、9時10分、10時10分でしたね。1あ、9時10分でしたね。9時10分ということです。点 では何時間というその感覚を表すときはどうすればいいんでしょうか例えば3時間というときに三ン小シと言いますサ個小シで三小シでもいいですよゴはなくてもいいです小ャというのは何とか時間ということですでは10分間 というときには、数分、ジョンを使います。数分、ジョンと言います。数分は一星です。はい。十分間ということですね。はい。まあ、何時間、えー、何分ということですね。プートンファードで,ですね、何時間はサオって言うんですけど、えー、間分ごとかでですね、ジョンを使います。 三五中という言い方をします。なので、フンジョンとこの同じってことですね。フードファーはまあちょっと規則が変わったりしますね。意外にですね、関東語とかの方が昔の体型が残ってるんでしょうかね。食べるというのもですね、すとか、日本語と同じような使いますからね。で、読み方もですね、2の時ですね、数える時は、量を使うんでした。量が小四になります。2時間。 二分二分後です。で、三十分間の時には、半オ小时とも言います。半オ小时または半小时とも言います。三十分間ですね。半時間ですね。よく中国語のネイティブでですね、日本語を勉強している人は、三十分をですね、半時間と表現する人が結構いるんですよ。それはですね、中国語のこの影響ですね。中国語では 半差をすって言うんですね。半時間って言うんですね。なので、これを対応する傾向があるようです。で他にはですね、まあ、15分間ですね。スーンョンうん、15分はいくでもいいんでしたね。これも第4世ですから、1が第2世の発音になりますね。いく。いくでもいいですね。45分なら、3くとかですね。 30分の時は、リ個とはあんま言わないですね。バンを使いますからね。これも例文で見てみましょう。1個小3個7 2 10 30分半個时半40分10分 分分分では、何時間と聞くときは、もちろんそうですね。以前もやりましたが、この数字を聞くときは、字を使うんでしたね。字がシャオシュになります。これもそうですね。字フェンジョンになりますね。もちろん50分でも、えー、40分でも字を使いますよ。字フェンジョンになります。 さあ、続いて、ほう。以前、レッスン9でですね、何々遅延をやりましたね。その前、3時前、三時にチというのをやりましたが、今日はほうですね。はい。使い方は全く同じです。名詞の後につけるんですね。動詞の後につけてもいいです。はい、今日はですね、まあ、名詞の後につけるほう。これをご紹介します。彼は1時間後、帰ります。という時には、 1時間後回来という感じですね。1時,、うん、時間後ということですね。まあ、例えばこのぐがなくてもいいですし、まあ、先のことっていうことですね。先に実現する可能性があるという意味で、ほこれもやりましたね、以前。この声をつけてもいいです。意味は同じです。では、これもですね、例文を見てみましょう。 我一个小时后回家。老师三个月后回来。我妈妈下午五点后回来。我一个小时后回家。老师三个月后回来。我妈妈下午五点后回来。ここまでが今日の内容になります。 ではもう一度おさらいしてみましょう最初にやったのは許可とか承諾を表す「くい」でしたねはい、「くい」これは、まあ、おやってもいいですか?「OK ですか?」とかいうときを聞くあと他に許可を出すとき帰っていいよーとかいうときに使うんですよね「ぬん」との違いは「ぬん」は、えー、疑問文と否定文で使うんでしたね、まあ、許可を聞くときの「のですね」「の」もたくさんありますね何々できるという意味の「の」もありますが許可を聞くとき に限って言えば、否定文と疑問文だけ。こちらは、えー、全部 OK。肯定文、否定文、疑問文、全部 OK ということでした。さあ、続いて、動作の発生とか完了を表す、る。これをご紹介しましたね。このらは,は、日本語ですとしたら、過去を表すということになりますね。らがあったら過去だと思っていると、ちょっと、間違える可能性がたくさん,あるんですね。例えば、お、らほいちゅ育というのは帰るってことですね。これ、らがあるから、 帰ってきたのかなと思ったらダメです。これは今まで向こうにいて、今から帰る。そこで変化を起こるわけですよね。今までしてたこと、それからこれから帰るという動作が変わる。なので、ホイチューラーというときは、その場から出る瞬間ですね。その時とのきチューラーというわけです。はい、家に着いたときには、ダオラと言いますね。うん、あこうだおダオラ、ダオラというのは、もう着いたというですね。はい なので、らがあるから全部過去というわけではないです。例えば、前回もやりましたけど、シーファンっていうのがありましたね。シーファン、こうか。ファン、好きってことですね。おーシーファンにいるってもいいんですね。好きになっちゃったということです、はい。好きになっちゃった。これもう変化ですね。過去だったら、あなたは好きだったになってしまいますけど、そういう意味じゃないですよ。好きになっちゃった。今でも好きです。そういうことです。例えば、結婚したという時もそうですね。 結婚したっていうことですねここでですねまた日本語とちょっと違うのは日本語で聞くときには結婚していますかって聞きますよね中国の人は中国ではジオホンラマって聞くんですね、うん、結婚したっていうように聞くんですよなので日本語を勉強している中国の人たちはですね例えば聞くんですね先生結婚しましたかって 聞くんですね、ちょっと違和感ありますよね。日本語だと結婚していますかになりますが、やはりこれも中国語の影響、えー、が来ているということですね。で次は、少しというので、いい点々、いい点々というのを勉強しました。少しということですね。中国語できますかはい、いい点々ということですね。えー、お酒飲むいい点々とか、そんな時に使います。これもすごく便利ですね。いい点で,んでん。 で、他には、ブシャーっていうのを使いましたね。いいデンデンの、まあ、反対みたいな感じですね。たくさんとことですね。いいデンデンじゃないんです、はいはい。たくさん。で、その後、時間の表し方を入れましたね。例えば、3時間なら、サングサ三ス、えー、サングサスですね。で、10分間。10分間なら、シュフェンジョンでしたね。フェンジョン。で、その後、最後に、ほう何々、あとってことですね。3時間後、サングサウス 10分後、10分後<わ>1時間後ということです。さあでは、この内容をです、ね、例文集で見てみましょう。こんな感じです。「にまえらどしゃいふわ」「まえらぼしゃいふわ」「おめよ千ら」「にまえらどしゃいふわ」「まえらぼしゃいふわ」「おめよことは、お金なくなっちゃったという意味です。 我可以用你的电脑吗？可以啊，在哪儿呢？在我包里。我可以用你的电脑吗？可以啊，在哪儿呢？在我包里。你几点可以来？五点后可以来。我五点半下班，那我们五点四十分在地铁站见，可以吗？ 可以呀、啊，没问题。你几点可以来？五点后可以来。我五点半下班，那我们五点四十分在地铁站见，可以吗？可以呀、啊，没问题。你在学中文是吧？我没在学中文了，太难了。哪里比较难？发音吧。 不学习了吗？以后再说吧。你在学中文是吧？我没在学中文了，太难了。哪里比较难？发音吧。不学习了吗？以后再说吧。比较というのは比較的ということです。さあここに、我没在学中文了というのがありました。中国語勉強してないということですね。 で、ここでもですね、ルーがあることによって、ルーがあれば、以前は勉強してたけど、もうやめちゃったというニュアンスになります。ルーは変化を表しますからね。ルーがなければ、中国を以前勉強していたというニュアンスがなくなって、もともと勉強していないという意味にも取れます。このルーがあることによって、その変化ですね。以前はそうだったけど、今は違うという変化を表すということです。で、違法対法場。これもですね、 すごく便利な言葉ですね。ここ。僕、中国語を覚えた後でですね、この、なんていうか概念が入るようになりましたね。違法財商場というのは、また今度、その時になったら考えるよ、みたいな感じですね。先延ばしにするという感じですね。で、これもよく使いますね、えー。例えば、新しいスマホ買うとか、うんまだわかんない時、違法財商場とか、もしくは、倒をすこうなんて言ったりしますね。 你买什么了？我买衣服了。你也买衣服了吗？没有哦。那买了什么东西？我买了这个帽子。怎么样？好看吗？好看哦，好漂亮。你买什么了？我买衣服了。你也买衣服了吗？ 没有，哦，那买了什么东西？我买了这个帽子，怎么样？好看吗？好看哦，好漂亮。他已经回家了？没有吧？十分钟前还在呢。那他在哪儿呢？你打电话给他吧。好。他已经回家了？没有吧？十分钟前还在呢。 那他在哪儿呢？你打电话给他吧。好。你们每天去吃中国菜啊？是哦，我们都喜欢吃中国菜呢。能吃辣的吗？辣的不太喜欢。我们一般吃广东菜。嗯，广东菜不辣。四川菜很辣，我们不能吃。不辣的四川菜也有啊。 你们每天去吃中国菜啊？是哦，我们都喜欢吃中国菜呢。能吃辣的吗？辣的不太喜欢。我们一般吃广东菜。嗯，广东菜不辣。四川菜很辣，我们不能吃。不辣的四川菜也有啊。さあここでは、味について出てきましたね。辣、辣というのは辛いということです。酸甜苦辣。 という言い方があります。スワンというのは酸っぱいということですね。これ同じですね。甜、これは甘いです。甜、苦う、これは苦いですね。同じですね。ラ、これは辛いということです。それから、シェン、これはしょっぱいですね。シェン、しょっぱい。でそれから、ま、ここは薄いということですね。ダ、薄い味。ノン、濃い味。まあ、濃いの感じですね。これはね。これは、濃いの反対字です。 でこの例文では四川省ですね、スー川とか、広東省、广東という中国の名前が出てきました。それはですね、こちらの動画、全部の省ですね、中国の全部の省を紹介して、中国語の読み方も紹介していますので、ぜひ、えー、この動画でですね、チェックしてみてください。 えー、このーについてですね、辛いものを食べる章として、四川省と湖南省が中国では有名です。こんな言い方があります。湖南人、不怕、ら。四川人、怕、不ら。中国だと、出身地に人をつけて、その出身の人ということを表します。例えば、湖南人、これは湖南省の人ということで、出身の人ということですね。 パーというのは恐れるという感じですね。え、ブパーですから、もう恐れない。怖くない。心配しないということです。ラ、辛くても大丈夫ってことですね。辛いの減っちゃらと。でも、視線師の人は、これですね。パー、恐れる。ね。裏、辛くないってことですから、辛くないんじゃないかと心配するということですね。この人の人は辛いの OK だよ。だけど、自線症の人は、これ本当に辛いのかな 辛いのじゃなきゃダメということですね。まあ、こういったジョークもあります。はい。他にはですね、ラーを使って、フナン、スーファン、ラー、メイズなんていう言い方もありますね。メイズというのは女の人ってことですね。ラーというのは綺麗ないうことですね。綺麗な、セクシーないうこと。ラー、メイズ。フナン、ラー、メイズ。スーファン、ラー、メイズなんて言ったりします。なんか辛いものを食べてるから、なんか皮膚が綺麗だ。と言われ方してますね。まあ、本当かわかりませんけど、本当なんですかね。どうでしょうか。 你妈妈什么时候回来？半个小时后会回来。她怎么回来呢？坐地铁？不是，她开车回来。你妈妈什么时候回来？半个小时后会回来。她怎么回来呢？坐地铁？不是，她开车回来。开车というのは、車を運転するということです。 他にはですね、スラングとして「下ネタを言う」というときにも「会長」と言ったりします。今天你下班后做什么？先吃点东西吧。你每天在公司的食堂吃是吧？是哦。你在哪里吃呢？我平时在家吃。自己做饭吗？一般自己做。昨天做了饺子。你呢？不做饭。 我不会做饭。今天你下班后做什么？先吃点东西吧。你每天在公司的食堂吃是吧？是哦。你在哪里吃呢？我平时在家吃，自己做饭吗？一般自己做。昨天做了饺子。你呢？不做饭？我不会做饭。自己，我自分的という格子です。 ジャズ、これは餃子です。さあ、今日の内容は以上です。下のブログにもですね、詳しく書いてありますので、ぜひチェックしてみてください。それから、無料メルマガでも役立つ情報を発信していますので、興味がある方はぜひ登録してください。特典もありますよ。で、今日の内容がですね、少しでも役に立った方は、ぜひグッドボタン、それから、チャンネル登録、あとコメントもよろしくお願いします。グッドボタンと,グッドボタンとですね、 コメントが多いと、YouTube 側から評価が高くなるわけですね。視聴者さんから反応がないとグッドとかコメント、質の悪い動画だと見なされるらしいので、皆さんぜひどうかご協力ください。<laughs> では、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。